ぐらいの箱なんだけどね、しょんぼり。だからやばいね、もう確認しながら配信しようかと思うぐらいやばいですフフフ。昨日は久々にねカラオケ行きました。結構ね AKB の曲も歌った。ほぼねほぼアイドル縛りだった。マリア今回めっちゃアイドル、めっちゃアイドルの曲歌った。アイドルじゃないのは本当あの生き物係さんのロマ気まぐれロマンティックとか、あと昔なんかパパかママがよく聞いてた、あれ明日への扉なのかな、明日への扉じゃなくてママ明日への扉を歌いました。初めて知ってます皆さん。え、誰が歌ってるんだっけ。アイウィッシュさん。いつの間にか忘れていたみたいなやつ。あれ歌ってる女の子って可愛いんじゃねって思って練習してみました。タタラタタ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 ラタタタタラタタタタタタタ。あの歌すごい可愛いですよね。あとはもうほぼ AKB とあとアイライフさんとか歌ったり乃木坂さん歌ったりイコラブの意味歌ったりしました。最近なんかちょっと昔の曲歌うのが歌うのって聞くのハマってて AKB のなんか僕のエールとか僕だけのバリューとかあとあれも好き、なぜ好きになったのってやつ、あれなんだっけ、あのレインボー公園でやったやつ、私たちの リーズンみたいな、なぜ好きになったの、なぜ私だったの、聞いてみたいけどとか、リラックスとか歌った、ノースリーブスさんのとか、君についてとか、君についてのサビ全然思い出せないけど、テレテテレテテテテレテテテテ違うなあ、そう君についてテレテテ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 歌ったりしました。ってやつ。うわ、なんだこれ、なんですかこれは。スージェーさん、なにこれ、すみっこ暮らし、かわいい、とってもかわいいじゃない、すみっこ暮らしじゃん。すみっこ暮らしのさ、なんか一時期話題になってた映画は、あのなんか後配信みたいので見ましたよ後配信って、ね、なんて言うんだっけ、ああいうのってネットフリとかで見れるようになってから見ましたよ。なんか顔白くない、ちょっとライト当たりすぎこれ。あとモームスさんめっちゃ歌ったわ昨日は。ハロプロ歌いました結構。彼女になりたい、年の差は気にしないで、愛ちゃんと連絡してる、連絡してますよ。初
歳になった時に LINE もくださったし、マリアの振袖の前撮りした時も写真送ったし、この間もおめでとうございますって送りました。上手にアイライン引くやり方教えてほしい。意外と適当に引いた方が上手になる。なんかマリアもアイライン苦手で、いつも頑張ろうって思って集中すると逆に全然うまく引けなかったりする。この前みーちゃんと会った、会いましたよ。誕生日お祝いしました。みーさんのお誕生日なる瞬間も一緒にいましたよ。嬉しいですね。最近はとってもなんか2期生さんに会う機会とっても増えました。Pさんのもお祝いできたしね。あきちゃんがクリスマス公演の予約したクリスマスチーム H メンバーに教えてあげたって話してたよ。もうそれいつの話だ。去年の話じゃないそれ。リオちゃんとお酒飲んだの飲みましたよ。猫ちゃんの服どこの、これどこのだろう。ナイスクラップ、ナイスクラップさ、意外と猫のさ服いっぱい出してくれるよね。今作もさ、なんか猫のトレーナーが出ててさ、すごい可愛いと思って買うか迷ってたんだよね。買ってないんですけど、めちゃめちゃ買うとこまで迷ったけど、なんかコート買いたくてコート買っちゃったから諦めた気がする。すっごい可愛かった猫、ね、のトレーナー。この前1歳迎えた子は寝てますか、どうでしょうか。寝てます。なんかね、ずんぐりむっくりになりました。チームH今年こそ予約したクリスマス頑張るってよ。だって本当好きなお酒の種類とかできた。うーん、でも絶対頼むのはなんか決まってるかも。意外とマリア今はできるだけ1杯目はビール行こうと思ってるのの方が、なんかさ、パパがさビールさ乾杯したいって言っててさ、でも最初ビール苦手かなと思ったんだけど、別にそうでもなくて、だから一杯目はビールを飲むようにしてます。で、私ねオペレーターが好きでした。こうたくさん飲んだ中で鶏生、あ、そう、とりあえず生でってまだ茹でてないんですけどね、まだそう言ったことない。あ、なんかこの生ビール一つねっていう感じだから、とりあえず生ではまだ言えてないですわ。まあ意外とね、なんかね食わず嫌いが多くて、食べたら何でも食べれるタイプだから、ハイボールはあんま飲んでないけど、あんま好きじゃなかったのか分かんない。1歳になる福丸くん、1歳になったんだった。1歳になった福丸くんをママが連れてきてくれました。1歳になったからでっかいよ。なんか、え、でかくなりすぎじゃない、福丸くん。こんなでかかったっけ。あ、嫌なの、1歳になっても嫌なの。配信は、配信好きじゃないね福丸くんは。あ、そう、リコちゃんにね教えてもらって、オペレーターは
でかいよね。なんかすごくずんぐりむっくりちゃんになったんですけど、別にご飯いっぱいあげてるわけじゃないんだけどね。福丸、もう最近福丸が可愛すぎて食べちゃいたくなっちゃってさ、手とか口に入れちゃうんだよね。ねえ、手と耳と尻尾食べちゃう。なんならもう全然もう頭とか食べたいぐらい可愛い。本当にかわちいです。福丸かわち。うん、段ボールに入るか迷ってる。もう福丸のために段ボールがさ、もう家に 4個5個ぐらいあるんだよね。すごくない？福丸ベッドに入って一緒に寝たりするの？なんかね、連れてきてもすぐ逃げるんだけど、たまに自分から登ってきたりしてくれるかも、ベッド。それがすごい可愛い。あんた登りたかったんって言って、なんかネットで服注文するときとか、なんか段ボール大きくしたいから頼んじゃうもんね。これぐらいでなんか段ボール大きくなんないかなとか思っちゃう。キャベツの千切りを鍋に結局美味しくなかった。そう、すごくね味がなかった。0時からアマゾンブラックフライデーかな。マジ？マリア、ホットビューラー壊れちゃったから買わないとだわ。買おう、ホットビューラー絶対買おう。12時になったら買おう。別になんか接触悪くなったのかさ、電池変えてもあったかくならなくなっちゃった、ホットビューラーが。今年最大の大セールらしいで。マジ？最高じゃん。ホットビューラーじゃ福丸が入れる段ボールは来ないね。もう先行セールやってるようだって。マジで。周年の見どころは、なんだろう、なんだろうな。なんかでも懐かしい曲をしてるマリアも見れると思うし、初めて挑戦する曲もあるので、結構見どころいっぱいあると思う、周年公演は。すごいありがたいことにね、いいポジションが多めなので、周年は。ライブ、ゼップは、あれだね、やっぱ羊年の曲ですね。ユエルと二人で何をするのか。あとはね、すごいね、チームって感じの曲もいっぱいやったりするから、どっちも楽しめると思います。羊年の曲をみんなで一生懸命考えてる。これっていうの思いついたって。マジ？当たるかな、みんな。みんな当たるかな。てかさ、昨日さ、眉毛を初めて脱色してみたの。下見て、ちょっと茶色くなった。マリアの真っ黒のボサボサ眉毛ちゃんがちょっと茶色くなりました。嬉しい。前髪からでもすごく目立ってた眉毛がさ、ちょっとだけ茶色になりました。染めたというかね、脱色しました。
まーさん他のエトの人の曲全部把握できてるんかな。いやできてないと思う。難しいもんね意外と。なんか思ったより、なんかさ脱色してる時は全然なんか色抜けないやんと思って、マリアの眉毛強すぎんと思ったんだけど、意外と茶色になっててびっくりした。くしゃみが出そうで出なかった今。もうすぐ年末だし、もうすぐ成人式なのやばい。確かにね、もうすぐ成人式だ。確かに、あと1ヶ月もないんじゃない。1ヶ月はありましたわ。今日まだ全然今月12月じゃなかった。なんかさ周年終わってからクリスマスなの私って。だこの間クリスマスマーケット行ったんだけどさ、まだ周年終わってないからさ、なんかクリスマスって感じしなかった。なんか普通にイルミネーション見に行った気分だったけどさ、もうクリスマス、ディズニーとかももうクリスマスじゃないですか。早くないな、クリスマスになるの早くない？まあ、いや全然12月に入んないとクリスマス感じれないもん。あら、福丸が来た。福丸くん。やばい、マリアの新しく買ったシュシュに。見て、この可愛いシュシュ。これでツインテールしたくてさ買ったんだけど、福丸が 福丸が食べようとしてるんですけど ダメだよ、食べちゃダメだよ。クリスマスのね、クリスマスイブに握手会じゃないですか。だからそれ用に新しいお洋服を買いました。ちょっと今編み込んじゃってるからな。ああ、福丸の毛が若干見えてるぞ。あ、落としたな。なんか、大丈夫そう？これ。もっとここら辺で、あ、福丸落ちるよ。このね、シュシュでツインテールしてる女の子が好きでね、マリアもなりたくてね、シーンで買いました。あ、なんか左右差どうした これもクリスマスの時ね、これとね、これふわふわだからさクリスマスっぽいじゃん、だから買ったんだけど。これダメですよ、敵じゃないですからね。あと見て、このザ・クリスマスっぽいやつも買いました。これもつけるから楽しみにしてて、みんな。もう一個ね、リボンのね赤いカチューシャ買ったんだけどね、それはねなんか思ったのと違かったからちょっとなしにします。ねえ福間龍嫌なの？なんで嫌がるの？尻尾でめっちゃぶたれてる今。どうしたの？何が痛いよ、尻尾でぶたないの。りょ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 おりゃ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 、かわいいんだけど、お腹見せてくれてます今下で。どうしたのさ。あれ、おもちゃで遊ぼうとしてんだな。これマリアにお腹見せてると見せかけておもちゃで遊んでるな。
かわいいな。昨日肉球の部分の毛をカットしたので肉球が見えててかわいいですね。福間流来るの？こっちおいで、来ていいよ。福丸、最近マリアがいないときにマリアのベッドで寝てるんだって。かわいすぎない？今ここにいます。福丸が映ってないけど。こっちおいで。マリアのこと好きなんだね。マリアがいないとき寝てるんだもんね。すごいカメラの前通るじゃん。ああやめてよ、尻尾でカメラ隠さないでよ。ダメ、コードで遊んじゃダメ。何気になってるの？何が見たいの？おお、すごい iPad 踏んでいくじゃん。前髪長いよね。切ろうかな。ちょっと長いんだよね。今短めに、ちょっと短めに切って周年でいい感じにしよう。すぐね前髪伸びる。でも最近こう公演がなかったから前髪を全然切ってなくて、最近髪の毛ツヤツヤよね。マジツヤツヤに見える？やったじゃん。まーさん美白すぎん？ライトの関係、多分ライトの関係ですね。私はあんま美白ではないです。あ、ゴムつけるの忘れた。最近矯正でゴムかけが始まったんですよ。もうゴムかけるために歯を磨いたのにすっかり忘れてた。2秒でつけるね。やっぱさ、公演中とかゴムつけれないのよ。だからさ、公演、仕事以外はさずっとつけようって思うんだけどさ、すっかり忘れてました。これで歯医者の方に怒られて嫌なのでつけます。ライトつけるのがね、めんどくさいんです。難しい。ついた。ほらめっちゃ見せる。こんな見せるアイドルいないよね。切り抜かないでね。大変です、ゴムが、ゴムかけがあると。あくびできないの。あくびするときねってなるの。大きな口開けないから。しかもね、ガムかけるためにね、歯にねなんかフックみたいのをつけてるからね、それがね口内炎みたいに、ここにね当たって口内炎みたいになって痛い。マサ、ワインは飲める方？マリアね、意外と何でも飲める気がする。味オンチなのかな、逆に味オンチなのかもしれない。なんか何でも飲めるし何でも食べれるんだよね意外と。食わず嫌いが多いだけで。
どうしたの？泣いてどうしたの？どういう効果があるの？え、知らない。効果教えてもらえてないままつけてるわ。確かに、どういう効果があるの、このゴムは。ここにかけて2箇所左右で、ここのさ隙間が全然埋まんないんだよね。ここのり挟まってるみたいで嫌なんだけど。どういう効果があるんだろう、ゴムかけは。どうしたの、福丸？福丸さん、泣いてるならこっちおいで。なんか刃があったの嘘みたいじゃない。そう、ご飯と歯ブラシ以外はずっとつけててって言われたんだけど、やっぱその仕事上つけれない時があるから。どうしたの、おいで福丸、おいで。どうしたん、大丈夫か。あれ、来たの、来たの、福丸。抱っこは嫌なの、嫌がる程度ね。あ、すごい落とすじゃん、机のもの。これは落とさないで、福丸、福丸、福丸、こっち、福丸、福丸、無視しました。福丸くん、落としちゃないで、降りてった。調子いい時はね、口突き出すだけでこっち来てね、チューしてくれるんだけどね、ダメでした。今日は無視される。もう3回ぐらい無視されてるけど、遊びたいっぽいですね。そう、配信中はツンが多いんですよ、悲しいことに。バケツをかぶれてメンバーなんで略してる？バケツ？わかんない。あんまり訳してないかも、まだ。お話し会何着ていこう、可愛くして会いに行くね。マリアも可愛い服着るから楽しみにしててね、みんな。着たい服はいっぱいあるのよ。では洗濯物たたまなきゃ、周年終わってから洗濯物たたもう。バケカブ、バケカブっておもろいね。わかんない、バケツって呼んでたか、お前たち。バケツのリハするよーって。みんなもう一家に一台バケツ買わないとかもね。メンバーからのバケツとか販売しようよ。まつげすごくない？観客みんなバケツかぶってる。コンサートはシュールそう。確かに。バケツに穴開けないとみんな見れないね、コンサートね。
でもね、あのカップリングとかもね、すごくいい歌ばっかりです。そりゃそうなんだけど、盛り上がる曲もあるし、なんかね、いい感じですね。楽しみです。いつが初披露なんでしょうか。自分が参加してない曲はさ、全然まだ知らないからさ、どんな踊りとかが、だから早くみんなの見たい。この前雑誌を買いましたって、何の雑誌だろう。ありがとうございます。私が出てるのかなわからないですけど、 Amazon のブラックセールで優しい麦茶安くなってるよ。やばいじゃん、こんなん買わなきゃじゃん。お話し会はマイクが置いてある？想像がつかない。お話し会はね、マイク置いてないかな。でもね、意外とね、あ、でも多分透明のがなくなってあれば意外と聞こえると思います。最近アニメ見てる？最近は進撃の巨人を一から見返してて、今もうすぐ終わりそうですね。水着グラビアデビューしてから何か変わったことはありますか？意外とないですね意外とないですわ。ないかもな。ジッパーはもうやらない？いや、わかんないですね。でも全然そのサイドのポジションもできるので、私は全然呼ばれたらしますけどって感じです。最近映画見ましたか？映画を見てないなぁ。まーさん、ギター弾くフォームめっちゃ綺麗だけど、もしかしてこっちで練習しとる？してないなねねちゃんとゆかちゃんのギターをずっと見てたからかな。まーさんの加入してるサブスクは何ですか？ネットフリー、フール、ママとは、ママと、こう、なんていうの？こう、わけっこして払ってるから多いんだけど、ネットフリーとフールとユーネクスト、ディズニー、YouTube、音楽聞くやつ。DMM 結構入ってますね。 Amazon プライムもママ入ってるね。あ、今入ってないのか。あ、言ってたねぐらいかな。ちょ、見てみるわ。だってあれ本当に、だってテレビ見ないもん。そんぐらいですね多分。うん、そんぐらいだと思う。です。同居人揃ってマーサン推しになったから、毎日マーサンの話しすぎてる。マジで最高じゃないですか。お幸せにですよ、本当に。トークサバイバー全部見た？全部見たよ。まあ、ギター弾いたことないよ。あ、あとなんかアメトーククラブとか入ってます。アメトークが好きで。意外といっぱい入ってるかもカメラアプリも入ってるし、あとなんか入ってそうな気がするな。絶対なんか入ってると思うんだよね、マリアのことだから。
マリアのことだからとか言って最近たくさん服買ったよ、何系が多い？なんだろうな、大人っぽいのよく着ることは増えたかも。最近だとナイスクラップよく着るようになった。あとなんだっけ、ダズリンだっけ、さ最近さソラリアプラザにできたとこ、私もうお買い物ソラリアプラザで全部済ましてるんですよダズリンだったかな、とね最近はねエブリンじゃなくて、あのエブリンのさ姉妹お姉ちゃんみたいな方あるじゃないですか、なんて読むんだっけな、アンミールだ、アンミールをよく着ます。最近はエブリンの大人バージョンみたいなのがアンミールなんですよ。あとアンジービーめっちゃ好きです、村瀬さんの。アンジービー福岡にも来てほしいぐらい。スナイデルとかさおしゃれじゃないですか。スナイデルってちょっと高いじゃん、また手出せないなって思う。全然ねミニスカート、あマジェスティックレゴも最近またね買うようになりました。最近の私服が本当の大人っぽくてドストライクに好きですって、やったー。最近ねよくストーリーに載せるようになったんですけど、引っ越してからさ玄関がさなんか今時玄関みたいになったからさよく撮っちゃうんだよね。この間も載せてないけど撮りましたよ、 P さんに会いに行った時の洋服。こんな感じでした。でね上着買ったの、見て可愛くないこの上着、こうやってね最近はね可愛い子でできた時は記念に撮ってますねお洋服を。最近マリアがよく着てるさインスタにも載せた白のニットカーディガンはアンジービーです。可愛すぎないあれ、さすがにユエルが多分色違い持ってます。おしょろ色違いですユエルと。このこれ載せたストーリーのさこのバッグね P さんがタンプレでくれたんだ、かわいいでしょ、 P さんに大感謝です。あれのあれはねコーデはその P さんにもらったバッグがナイスクラップで、ニットがなんかね博多切って博多のね4階か5階とかにあったお店フラッと入ったお店なので、スカートはマジェスティックレゴンかなですね多分。でその次の日に載せてたこれはバッグがナイスクラップで、ロングブーツはあのソラリアプラザに入ってる4階か5階にある靴屋さんでトレーナーはチコです。チコも好きですね、そういう思うと。さっきの上着はアンミールです。意外とだからねなんか本当にねいろんな種類のブランド着ますね、未だにエブリンの服も着ますし全然。でこの間クリナちゃんにお下がりをもらいまして後輩だよねって感じで、ね、後輩にお下がりいただきまして、あのねリリーブラウンとかいただきました。ありがとうクリナちゃん嬉しいリリーブラウンとかちょっと高めで手つけれてなかったからクリナちゃんにお下がりもらえて嬉しかった。クルタンとねクリナちゃんとねクリナちゃん家行った時にそのクリナちゃんがお下がり
お下がり大抽選会なんだそれ、お下がりパーティーしてくれてあこれは黒田に合いそうとか、これマーさんに合いそうとか、あこっちだとこれどっちでも合いそうだなとか言ってて、でどっちか欲しいか欲しい方がもらうって感じだったんだけど、そのリリー・ブラウンのすっごい可愛いワンピースがあってね、それがマリアもクルタも絶対に欲しいって言ったの。でもそんなんさ絶対さ私先輩だしさ譲るべきじゃん。でもこれさすがに譲れんと思って、欲しすぎたからそのワンピースがじゃんけんしようって言ってでもじゃんけんしたらさ絶対一人は負けるじゃん。その事実が耐えられなくてじゃんけんするまで5分ぐらいかかったの。え負けたくないって言ってなんだけど、あの結局私が勝ち取りましたあの後輩のお下がりを後輩から奪いました。絶対負けられなかったの戦いは。勝ち取りました、可愛いワンピースを。その他にも本当にね 5,6 着ぐらいいただきました、クリナちゃんから本当にありがとう。その日はパスタも食べさせてもらって、ケーキも作ってくれて、ゲームもさせてくれて、お下がりまでくれました。アヒージョまで作ってくれた、すごくない？パスタパーティーをしたのクリナちゃん家で、でよりちゃんがそうこれちょっと来れなかったんだけど3人でやって、5種類ぐらいパスタを茹でて食べて、でアヒージョも作ってくれて、しかもアヒージョで残った油でペペロンチーノまで作ってくれた、でケーキも作って食べました、でゲームしてお下がりもらって帰りました。でねマリアもお下がりが出たらクリーナちゃんにあげたいと思います。なんかねクリーナちゃんというとね、なんかマリアの出して なんかマリアでも知らないわがままな部分がすごい出るのよ。みたいな、いやヒージョも食べたいみたいななんかめちゃめちゃわがまま女になるんですけど、クリナちゃんといると。なんならクリナちゃんのそのお下がりもらった後になんかすごい可愛いコートがかかってて、マリアこのコート欲しいって言ったもんだ、それダメです、今年さっき買ったばっかりなんでって言われて断られましただからあの似たような黒いコート買いました、私もナイスクラップで。ね、コート高いんだよね、わかる。なのにさ冬しか履けないか着れないか、3ヶ月ぐらいしか着れないじゃん。なのにさ全然すっごい高いよね。やらかした？いい匂い、かわいいな福丸が。本当にため息くコートは2着持ってます。あめちゃめちゃ嫌がるやん横に行っちゃった。やだね、座った。福丸の定位置、あ、え、逃げられた。見せようとしたら、いや、もういいよもういいよ、もういいよ。ママが好きで追いかけてきた。福丸の定位置があってさ、ここのソファーでねよくね座ってるんですよ、おじいちゃんみたいに。今日も座ってましたよ福丸が。
ほら、おじいちゃんじゃない。ちゃんと座るんだよ。背もたれ使うのやばくない？座ってるかこうやって寝てます。かわいい。ソファーの使い方知ってんだよね、福丸さん。でこの前さ、福丸にケーキあげたんですよ、1歳になったから。したら見て、こんなあざといことして、顔中に生クリームつけて、もうあざとすぎるでしょ。こんなのさ、よくないよね。ダメだよね、こんなあざとかったらさ、ダメだよ、よくないよ。あざとすぎてるもん。あざとかわいい。あら、悪口じゃないよ、褒めてるんだよ、福丸。マーさんの SNS、 ネコスタグラムにしてもいいんだよ、だって。比較的にマーさんのチャットによく載せますね、福丸は。マーさんのチャットはね、福丸とね、あのツイッターとインスタに載せきれなかった写真たちをバッて送ってますね、よく。この前 TikTok いいねしてくれてありがとう、だって。いえいえ、今日ね、あのさっきのモコモコのシュシュをつけてツインテールして、あのツインテールは母たちまでって踊ったので、明日かに載せるね。それもみんないい、絶対いいねしてね。今見てるみんな絶対いいねするんだよ、 TikTok。 明日か明後日とか近いうちに載せるから。このショールームを切ったら確認しないといけないんだ。今日の目標は2時に寝るにしますね。じゃあ筋トレもしないとだもんな、さすがにね。ビビアンに会えるかな。ビビアンもさ、26福岡でイベントあるじゃん。逃げちゃダメだって書いてある。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。ダイエットしてるの？腹筋はしてますね、最近。腹筋また始めました。別にあのなんか体重落とす目的ではない。頑張るぞ、周年。あ、その前にあれだね、アマゾンのブラックフライデーセール、大セールも絶対注文する。福丸のおもちゃとかキャットタワー買って、キャットタワー買えばいいんじゃない、ママ、うん、福丸1歳になったから。あれがいい、ママ突っ張りのやつでしょ。うう、違う、こういうあれが、あ、透明の、透明のあのあれ、丸いやつでしょ。福丸が入ってるとこ、一旦のさ、コンビニとか行かない、下の、一旦コンビニとか行こうかな。いつ配信終わって。なんで氷買いたい。あ、いいね、キャットタワーでも。氷買っていい、フライドポテトとか買って、お供に、練習のお供にポテチとロールケーキとか買いたいな。ねえ、やっぱフリーです、フリーオブエルね。お供になんかね、ないといけないもんね。キャットはね、買ってるんだけど、もう福丸がね、でかくなりすぎて、子猫用のキャット、なんかこれ子猫用だったよね。いや、そう、関係なかったよ。あら、子猫じゃなかった、子猫用かと思ってた。福丸がもう入れないぐらいでかくなってしまいましたから。なんか上に、一番キャットタワーの一番上になんか小さい丸いなんか
猫がこうゆっくりできるとこがあるんだけど、福丸がでかくなりすぎてはみ出てるので、なんかマリアとかママが近づくとたまにその丸いこのちょっと楕円形みたいなところでこうお腹とか出してくるんだけど、お腹出すことに必死になりすぎてこの前こう落ちてったの福丸がでかくなりすぎてさ、はみ出すぎてさ、お腹出すこのこの動作でさ、キャットタワーの一番上から落ちてったのよ。あの着地はできてたんだけど、なんでやっぱちょっと大型猫用のキャットタワー買わないとね、ダメだね。もうまだ1年経ってないんだけどね。ねえ、おかしいね。ほんと福丸猫なのかなってぐらいさ、なんか机の端とかをさこう歩いてるとさ、たまにコテって落ちてたりするの。と福丸ね、猫初心者なんだよね。転生して初めてなのかも、猫になるのが。ってぐらいあの猫としては生きていけないぐらいね、どんくさいです。本当だね。うん、クリナちゃん家にキャットタワーのお下がりないの？あ、確かにクリナちゃんに聞いてみようかな。お下がり欲しいな。聞いてみてキャットタワーのお下がりないかな。その返事次第だね。福丸くんの前世なんだと思います？なんだろうね、あんな落ちるんだよ。だってそう、ビビアも猫飼ってますよ。なんかさ、ツイッター載せてたよね、ミオスワロとミウッチャ。また会いに行きたいな。一回会いに行ったことあるんですよ、ビビアンの猫ちゃんたちに。もう2秒で懐きました。人懐っこかったね、とっても。うん、マジで。かわいい、かわいい、顔が似ててかわいい、すごくかわいいじゃん。猫ってやっぱかわいいね。大きくなったね、ビビアンちの猫も。かわいいね。マリアさ、福丸飼うまでさ、いろんなこう福岡にある猫カフェをこういろいろ巡ってたりしてたの。でさ、推し猫ができたんですよ私。でも最近やっぱ福丸をさ、こう福丸が家族になってからさ、やっぱ他の猫に会いに行くなんて福丸には申し訳ないじゃないですか。だから会いに行ってないんだけどさ、ちょっと会いたいねあの子に会いたいわ。聞いた？福丸、お姉ちゃんなんか言ってる。見て、もう見て、めっちゃ寝ちゃった。あと福丸のさ弟が生まれててさ、その子がすっごい可愛いの。福丸の弟すっごく可愛いの。くぅまあ福丸が一番可愛いんですよ、それ当たり前なんです。やっぱ福丸の血ではない、血が入っちゃうわけではないんだけど、すんごく可愛いんだよね。うん、だって福丸をこうなんていうの、引き取りに向かった時に、一人っていうかもう会いに行ってたんですよ一回。福丸にまだ家族になるか気になるか決めてない時に、福丸に会った時に、福丸双子だったからもう一匹いて、その子もすっごい可愛くて、ほんとギリギリまで2匹一緒に飼う選択肢あった。もっと広い部屋に引っ越せてたら飼ってたね完全に。今離れ離れなんだけど、そのもう一匹の子は東京に行っちゃったの。東京の家族に引き取られて、で全然その東京に引き取った家族の方とはもう会ったこともないし話したこともないんだけど、マリア福丸ってつけてたじゃん。だそのね双子の子もね、そのまああれになるから
あの本名言わないんだけど、なんとか丸って四文字で最後に丸つけてたの。もう運命じゃない？その子うちに来たらもち丸にしようと思ってたんで。そうもち丸、本当はマリア二匹目飼うなら絶対もち丸っていう名前にしたかったんだけど、もち丸ではないんだけど、四文字で最後に丸だったの、その福丸の双子も。もう運命じゃんって、私たち絶対運命じゃんってなりました。その子はすごい可愛かったんですよ。全然福丸とは柄が違くて、アメショウみたいな感じの虎柄に、あの顔はちょっとエキゾチックだからペチャってしてる感じで、短毛だったしね。うん、短毛短い毛だった。福丸は長毛なんだけど、その子にも会いたいしね。福丸の弟にも、弟やっぱいっぱい生まれるじゃないですか。全員に会いたい。最近福丸に会ったメンバーいる？最近もう全然会ってないですね。いぶきとゆえるが最後ですね。福丸も大きくなってさ、結構ビビリになっちゃって人見知りになったからさ、なんかマリアたち以外の人が来ると意外とね逃げたりするんですよ。だから年末パパが来るから、もうまたパパにも人見知りそうじゃない福丸。結構さ1週間ぐらいいたけどさ、パパが触れるようになったの6日目とかだったよね。帰る直前で出てたからね。うん、なんでパパが、時間が少しずつ短くはなってる。そう、パパがどんぐらい、今回は何日で福丸がなれるかですね。そう、福丸がやっとパパになれた頃にはもうパパ帰る日なのよ。また来るよ。やば、もう11時だ。生エビタイムスタートします。スタート。伊勢ヒューが席、ひかりちゃん、ともはん、あすか、今どき、大くん、ゾロリ、こてつ、ポン、じょうびん、富山、黄色いぞうさん、ひろっち、てりー、これようなのかな、こはる、ひろみ、かんちゃん、ゆうや、あやか、終了。13位よしひろさん、12位りょうさん、11位大くん、10位あぎるさん、9位こはるちゃん、8位ひかりちゃん、7位まりんちゃん、6位ゆき、同説さん、読みは同説って書いてあるね、同説さん、5位ぽんさん、4位きむらさん、3位ちいくん、2位あすかさん、1位すーじぇさん。ありがとう、すごくかゆくなった、見て跡ついた、これの跡がついた、かゆ。ということで私は今から周年の確認頑張りたいと思います。皆様応援していてください。明日リハ頑張ります。皆様明日は金曜日、次の日お休みの方が多いのかな。金曜日は、金曜日1週間もうすぐ終わるから頑張ろうね一緒に。それでは、またねー。バイバーン。TikTok 更新したらいいねしてねー。